1880年代の銀座煉瓦街。銀座煉瓦街は、1872年に、東京で起きた銀座大火の後、都市の不燃化を目指して煉瓦造りにより造られた、街並みである。関東大震災で壊滅した。1905年頃の銀座煉瓦街1872年2月、皇居和田倉門付近から出火し、銀座、築地一帯の、約95ヘクタールを焼く大火、銀座大火が発生する。焼失地域は、当時の鉄道の起点で、東京の表玄関である新橋に近いこともあり、政府は当地を復興するにあたり西洋流の不燃都市の建設を目指した。同年3月には、東京府により、焼失地域は道路を広げ、煉瓦家屋で再建するので、新築を差し控えるよう布告が出された。東京府は3月22日に、地券を発行して、全焼失地域を買収し、区画整理を行った後、旧地主に旧値段で払い下げることを布告。地券を発行したが、土地評価の問題のため、買収は順調には進行しなかった。事業は大蔵省の監督下で東京府が進める予定であったが、府知事由利公正が途中から岩倉使節団に加わることになったこともあり、大蔵省建設局を中心に進めることになった。建設方法は、官営で、設計はお雇い外国人のウォートルスが担当した。また、自営も認められた。同年8月から着工し、1873年のうちには拡幅された大通り沿いに、洋風2階建ての街並みが出来上がった。ロンドンのリージェントストリートが、モデルになったと言われている。府は完成した第一次工事に関して、建物の払い下げを開始したが、市民には金額が大きく、申し込みは少なかった。このため、納入に猶予を認めることとしたが、この結果、建設資金の回収が不可能となった。第一次工事から除外された地域では、煉瓦街は建築されず、道路と堀割等の工事に限定されることとなった。しかし、それも、住民の反対に遭い、木挽町より、東の工事は放棄された。最終的に1877年までかかって、煉瓦街の計画は完了したとされた。煉瓦街といっても外壁は、漆喰などで仕上げられたものが大部分で、赤レンガの街並みだったわけではない。また、1階が、レンガ造り、2階が木造という建物もあった。レンガ建ての家屋に住むと、青ぶくれになって死んでしまう、という迷信もあり、当初は、レンガ造りの建物が不評で、空き家が多かった。やがて新聞社や輸入品を扱う店など、新しい商業が集まり、西洋文明の窓口になった。銀座は、江戸時代以来の中心地、日本橋をしのぐ、商業地として発展することになる。大垣出身の平野豊次郎が、レンガ家屋入居第1号となり、1883年に、平野茶店を創業。文明の利器である電話を銀座で最初に取り付けたのも同店で、電話番号6番は民間第1号。木村屋パンは平野園と同住所。向かい側は長屋新聞社であったが後に服部時計店となり、1895年に銀座の象徴となる時計台と餅桜が作られた。蓮向かいには旧居堂が筆木。郷などを商っていた。銀座煉瓦街のミニチュア当初の建物は、次第に建て替えられたり、改修されたりしていったが、大正時代までは残っている建物が多かった。しかし、関東大震災で、煉瓦造りの建物は亀裂などの被害を受け、続いて起こった大火災により、小屋組、床などの木部を焼失、煉瓦壁だけが焼け残る状態となった。こうして、銀座煉瓦街は姿を消した。平野園の前に植えられていた銀座で最古の街路樹、イチョウの木も震災により焼失した。銀座煉瓦街の建物、街並みの様子は、江戸東京博物館の展示で知ることができる。長い間、煉瓦街の遺構は、全く残っていないとされていたが、工事現場から煉瓦壁の一部が見つかっており、これも江戸東京博物館に展示されている。また、煉瓦街跡に建てられた飲食店、
レンガ邸の内壁に掘り出された当時のレンガが一部使われている。ただし井上は着工後間もない10月に辞任。藤森照信、明治の東京計画、岩波書店同時代ライブラリー版、P8 から22、藤森、前景書、P22 から23、P25 藤森前景書、P37、藤森照信、明治の東京計画同時代ライブラリー版、P41 から43、震災後に撮影された写真から、被害の状況が伺える。参考、国立科学博物館地震資料室関東、大震災写真、今昔町話、銀座煉瓦街、日本書の文化生み育てる、日本経済新聞夕刊2018年10月27日2018年11月8日、閲覧。ありがとうございます。